はい、皆さんごきげんよう、ラッシュボンジョール、シャルウィッダンス、マドマーズ、ペペロンティーノ、ワンプリーズということで、まあ、前回ね、この星のカービィ、ディスカバリー、なんとまさかのパート1にして、涙なしには見られない最終回、裏ボスを討伐してしまったから、あと俺に残されてる使命は、例のごとく世界一位を目指すのみ。もうこの例のごとくで世界一位目指すのやめたいんだけど、もうこれしかやることがないからしょうがないよね。で、この物知りワドルディっていうのが、今みたいにね、ワイルドデーで世界最速15秒、早すぎ。こんな感じで各ジャンルごとの世界一位を、教えてくれるんで、ちょっと俺もね、これに名を連ねていきましょうか。はい、じゃあね、早速何の記録に挑戦しようかと思ったけど、一回さっきのワイルドデデで15秒っていうのを、俺もね、ワンチャンこのギガトンハンマーを、さらに強化したワイルドハンマーっていう、4段階目のね、強化を、さらにパワーアップさせて、バフを積んでいる状態だったらいけるんじゃないかと。いうことで、多分第2形態含めた時間だと思うんだけど、15秒。第1形態だけだったら15秒かからんもんね。一応表側のボスずらしているデデ大王を、討伐することにより、始まってから15秒だな。左上のあの170になったらいっか。OK。で、これで155秒以内に倒せたら、まあ一応15秒以内になってしまう。だってこの時点でもう怪しいけど。おかしい。一応表ボスなの。デデデ大王涙目だよ。同じ武器使ってるはずなのに。なんでここまで軽くちげんだよ。ここうまいことを。はっ？え、ちょっと待って、12秒なんだけど。12秒ってか11秒なんとかでしょ、これ。はい、世界一位ゲットまさかの一発。ちょっと、あまりにも歯応えないから、他の世界一位目指すわ。はい、じゃあね、エンディング見終わったので、物知りワドルシさんに教えてもらいましょうか。これ、誰が1位とか、データで出してくれればいいのに、こいつしか喋ってくれないから、ちょっと悲しいんだよな。レオンガルフ。レオンガルフって誰だっけ？俺がね、倒したらわい。え？あれ？なんか知らないうちに、ちょっと待って、ワイルドデデのついでにやったレオンガルフ討伐で世界一位になったんだけど、そっちじゃねえよ。そっち別にタイムアタックの気分でやってなかったのに。はい、じゃあね、もうすでにレオンガルフとデデデの世界一位を取ってしまったんですが、まあ、あんなしょうもないね、記録を達成しても意味がないので、今回は、アルティメットカップと前回やった一番難しいモードの、アルティメット Z カップの世界最速をタイムアタックで狙っていきましょうか。はい、じゃあまずはね、ザ・アルティメットカップから。まあ、これは前回の12戦よりは、1段階ね、弱いモードになるんですけど、最高記録が4分24秒。ワイルドハンマーって書いてあったんで、多分他のやつでも、一応ね、なんかレーザーとか、ギャラクシアナイトの、もう1段階ね、強いソードでも、なんだっけ、バルフレーソードみたいなやつ。それでもね、いけそうな感じなんですけど、一回通してやってみたら、多分4分は切れそうな感じあったから、まあ、そのままノリで挑戦してみましょう。で、このメタナイトね、かなり不安要素多いんですけど、持ち上げて、で、これまでね、確定コードなんで、隙間見つけて、で、ここで、手前に戻ってくるの確定するから、ここに鬼殺しの、オッケー、初段当たったよしよし。ここ当てないとね、だいぶぐだるんで。まあ、メタナイト22秒は、いい方。多分ね、1対20秒から10秒ぐらいで倒していけば、4分は切れるんじゃないかな。さあ、2体目の不安要素、このアルマパラパお前が一番厄介なんだよ。初動はこれね、切れるまでは最初右回り左回りと捕まっちゃうんで、でこれは2段階目のチャージ、最後までね溜めちゃうと今のジャンプに間に合わないので、あ、オッケー、3第3ゲート入った。あー、ミスったな、これ。今の終わり際、カービィのね、敵ってその半分とかで絶対耐えるようになってるんですけど、一発で貫通しないように、半分行った後とかの吠えてる時間、今から本気出しますよみたいな、そういう空気を出してる時はね、ダメージ10分の1ぐらいになっちゃうんだよね。絶対に殺せないようになってる。だからちょうど終わり際の、待って、クソぐだってる。あ、でも、コピー能力、吸ってる時間は時計止まるから。まあ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 。だいぶぐだったけど、54秒。メタナイトとアルマジロの、一番不安だった2体が1分以内に、クリアできてるから、まあ多分、いけるはず。体力はどんだけ食らってもいいからね。知らなきゃ。さあ次が、中ボス2体。まあ、これ一番ぬるい。ただの作業なんで。でもね、いきなり昨日発売したゲームでお前何意味わかんないこといっぱい言ってんだよって思われそうだけど、あ、これ今のちゃんと死体まで巻き込まないと死体がね残って時間が経ってしまうので気をつけましょう。さあこれもう吠え終わった瞬間、今のとかも出てきた瞬間とか方向をねやってる最中に当てても意味ないんで、しっかりと終わった瞬間に鬼殺しの1段目、1段目と最終段に超火力があるのでそれを当てるようにしましょう。さあ1分3秒、あれはね最速で9秒ぐらいでくれるんで、でこのゴリラも簡単。ゴリラはまず最速で右足近づく、近づきの鬼殺しを当てたら、こいつ半分で止まらないから、そのままゴリしていけば、それで。まあね、なんか、もう一段階強いやつは、半分ぐらい止まっちゃうんですけど、謎にこいつ一番最初のボスだからか知らんが、貫通するんだよな。でもって、あ、次、OK。中ボスに対は楽勝。まあ、決まってるんでね。
後半2体がまだ俺1回しか通してやってないからどんな感じかわかんないんだけど、あ、ちなみにこれあの何にもステータスバフつけてません。ステータスバフねつけると乗らないんだけど、まあグダッと最悪今の悪い例ね今の。ボンカスも終わったしかな。カヤオニゴリシャンバーの炎部分に当たっちゃうと若干ね、相手が吠える時のダメージのヒットストップで遅れてしまうので、それは当てないようにしましょう。誰が参考にするのこの動画。あ、で気をつけなきゃいけないのはスリープがね出ても、スリープで攻撃アップバフとかいろんなね体力アップのバフを引いてしまうんですけど、それ引いたらね、最終的にノーマルでクリアしたっていう扱いにならないんだよ謎に。待ってこれ、マジか、いやマジか、ミスった。最悪これね、キャロラインが一番下るんだよな今のね。バックステップに合わせていけたら最速で倒せるんですけど、今の体力これね、このマジ超遅延行為、まあ、2回目で飛びつけるからいい。これ3回とか飛びつけてこないときあるから、本当はねもう5秒ぐらい短縮できるキャロラインについては。ただクソむずい、マジで運ゲー、飛ぶ方向の運ゲー、軸合わせしてくるから。はい、で次がウィスピユッツ。ウィスピユッツもね、まあ、言うてやることそんな簡単で変わりないんですけど、近づきの、まあ、真ん中に立たない方がいい。真ん中に立つのこれ負けもれちゃうんで、まあ、鬼殺し溜めた後とか食らってもし、さあこれで貫通する方法ねえのかな、トリカル打つって。ここまでは絶対食らっちゃうんで、これをジャスト回避前挟んでいって、これ早く押しすぎると煙食らっちゃうから判定力で、で1段階目チャージで OK と。鬼殺しまで貯める必要ないです。2回目はジャスト回避からね、最速1段階ためハンマーでいけますということで、次がこれだ、あれだ、デデデの第1形態か、ワイルドじゃない方のデデデか。 OK、 スギちゃんね、これもねクソ簡単。右側のザッポ巻き込みつつ鬼殺しやって、まあこのさ発売日とかだからさ、どういうプレイが正解とかないじゃん。俺がね毎回ね世界最速どのゲームでも1位取れるのはまだ世に出回ってないからなんだよ、そういう攻略動画みたいなの。俺がだからそいつらよりも先に成功法で早く行く方法を見つけなければ、まあ絶対ね次の日には抜かれているのがあれなんですけど。さあもうやめてよこの生活、毎回新しいゲームが出たらその日半日でクリアまで持ってって次の日に世界一を目指すこの生活やめたい。さっきやったワイルドでミスったけど、まあ1段目が入ったからいいや、1段目さえ入ってしまえばみたいな、そういうとこある。ハンマー俺ストーリーやってる最中は最弱コピーとか言ってバカにしたのに結局一番強いんかいっていう。さあうわ1段目外した、ここまで来たらチョコ流星今のところ。あーまあ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 今の食らってたら最悪だったけど、妥協範囲妥協範囲、あと3戦でしょ。いやでもこっからちょっと未知数なんだよな、1回しかやってないから行動パターンがよくわからん。レオンガルフ大丈夫、俺こいつ世界最速だからお前かレオンガルフってあのドロドロした方がいいんだけど絶対こいつに対して俺そんなあれしてなかったのに、気づいたら1位になっていた。5秒とかで彼らだろ俺17秒だけど、本気出したら5秒できるぞこいつ。第2形態に入る前に初段外して最悪、これジャスト回避、ジャスト回避中はねちゃんと時間もスローになってくれるんで、はい終わった世界1位の治るだろこれ。レオンガルフ討伐に関しては絶対にこんなグダっちゃいけないのに、ちょマジでうざいこいつ、調子乗んなよお前怒ってる俺に世界で一番早く倒されたかって希少すぎる、ちょっと硬いしストーリーより。あ、てかあれかストーリー攻撃アップバフ積んでたからか、だから普段より早いんですけど。さあ次がこれなんだ、あれかドロドロガルフか、カービィ史上一番気持ち悪い敵、本当にトラウマもんだよな。ホクトフォルガーキモすぎる、普通にキモすぎる俺もね鬼殺し顔面に当てていけばいいだけなんで、で1回目は食らっていい、で食らったら無敵時間にもう1回貯めて、さあ普通の1、3回チャージで OK。 3分4秒、どうだろう、え、ラスボス1分以内にいけるかな、どうだ、もう覚えてねえぞラスボスの動き、裏ボスの動きはさやったばっかりだから覚えたけど、ラスボスなんてストーリーの1回しか戦ってねえから。これはあそこだよね、って鬼殺しまで間に合うかどうか、硬い硬いの概念が崩れる。オッケー、あー来た、あ、消えない、半分入る、この後1回飛んで巨大化するんだっけ。いや、だいぶ遅延行為するんだよな生意気にも、ま、問題はこれがどこまであるのかっていう、あのトラックで激突するとこもあるのか、それだったら1分以内無理だぞ。次あ、痛い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 、食らってもあいつ降りてないから、ね、これでジャストが1人いれば持ってくるか、これ鬼殺して
を置いて行ったか。いや絶対行っただろ。4分21秒ですよ。第2形態ない何分、気になる結果は3分33秒余裕で笑った。はい、3分31秒僕がね世界最速アルティメットカップいただきましたということで、まぁ、ちょっとね今のはあくまでも前座でもってね、俺が真に目指すべき目標はこのアルティメットカップ Z 一番難しいモードを8分29秒以内にクリアすること。さあやっていきましょうか。バルフレイソードって書いてあったけどワイルドハンマーできるかな。わきなりあいつかよまあ前回のコピー能力いろいろ使った状態で10分とか11分とかそれぐらいのタイムだったんで、ワイルドハンマーだったら8分29でしょ、いけないかな。ちなみにね、1、2回練習したんだけど途中で殺された普通に普通に殺されました。で1回ね、バフ込みで8分49秒が俺の中での最速だったから、それをいかにまくっていけるか。だいぶ無だったからアルマジロのね、今の2回目の暴走モードは星を当てることによってこれ止めることができるんで、こいつに関してはね、この強化モードの方が弱い。砂嵐のターンあるから今みたいにその間に鬼殺し入れていける。24秒、8分29だから12戦、1体40秒以内って考えたら、40秒じゃないか、30秒以内ぐらいか。まあラスボスに相当ぐだらなければラスボスってね1、2分かかっちゃうんだよね絶対。でデデダイオ幻は初手雑魚を全部巻き込んで、これ溜めながらでゴールドを避けれるから、ちょっと待って逃げなさい。ちょっと半分までは行ったら、まあ、適当に箱殴りしておきつつ、でこの後にディルドを構えるんで、さあディルドを投げる位置によってね、あいつが飛んでくる位置がランダムに変わってくるから、できるだけ真ん中で全対応できるようにしておいて、そこを抜けつつ、でここで鬼殺しね負けて入るんで、デデダイオ幻は、まあ、あまりノーマル形態と変わらず51秒。誰がやだかな、バルフレイナイトと、あのこいつもね第一形態の普通のゴリラよりもだいぶ強いんだよな。掴みが早いのと絶対に避けないといけないっていうジャスト回避を挟まなきゃいけない着地要素があるから、捕まったらクソ時間稼がれるんだよ。かわしたらもう行ってくる半分で、この後に3段目まで入れてジャンプする前、ミスった。今のね、あの吠えてる際じゃなくてジャンプ終わりに本当当てなきゃいけないんですけど、ジャスト回避からまあまあまあここに来たら合流して妥協妥協妥協ね普通にこのジャンプホールド強いんだよな。竜巻4段ヒットしたらそれ相応の火力出てくれるんですけど、まあ、結局はねいかに鬼殺し当てていくかのゲームなん でこいつらもねさっきのモードみたいに一発で死なないんで、ちゃんとタイミングを見極めてワイルドボンカス、ワイルドフロストが厄介なんだよな、ね、半分で今みたいに体当たっちゃうといけないんで、ちゃんとカス当てだけできるようにしよう。さあ本体まで当てつつ、こうやってからね終わり際に一発半分で、半分いった後も同じ、こうやって終わった瞬間に当てる。ちょっとタイミング遅かったな。まあまあまあいいでしょう。問題はねゴリ押ししすぎて死ぬことなんですが、マキシムトマトないからな。これ他のねマックス強化のカッターとか、このタイムボンバー、最強のコピー能力タイムボンバーとかで時間止めつつやったら最強なんじゃないかと思ったんだけど、タイムボンバーはねとどめさせないんだよね。 HP1 で相手が止まっちゃう。しかも1回切りということで星で倒さなきゃいけなくなるから、まあ、あとカッターは純粋に火力不足だったわ。カッターすらかだいぶ遠い。待って左側、今のねちゃんと1回目1個だけ切れるルートあるんで、しっかりトロピカルツアー見ておきましょう。で鬼殺しまで貯めないとこれは死にません。 10m 硬い。 OKOKOK 一直線上とかね作り出してくれたらだいぶ楽なんだけど、そんなに迷路なってなかったんでマシな方。中ボスだ。クリスタルニードルとかもプラスプラスにしたら実は超強いかもしれない。結局レンジャー見せれてないんだよな。二人プレイってさ、これワドルディとあれしかないのかな、コピー能力両方とも持って、これ二人プレイの記録も一人でコントローラー2個持ってやろうかなと思ったんだけどワドルディしかできないからさ、これレーザー両方とも打てるんだったら A ボタン押すだけで簡単じゃんとか思っていたんだが、残念ながらコピー能力を使えないから、だいぶちょっと時間ロスしてしまったか今の。さっきねワイルドフロストがなんかちょっと派生が速くなってるのか知らないけどジャンプするんだよね最初に、なんでちょっと距離を取って、今回は雪だるまだったけど最初の鬼殺しはあったんやけど足らない幻、これだいぶ行動パターン違うんだね。最初1チャージ目まで入れて、でこの後ジャスト回避絶対失敗したらもう終わり。 OK だいぶシビアなんだよこれ。さあ鬼殺しで半分まで入れて、あ待って結構入った。
これワンチャン次の分身でいける。次の分身でいけたら超爆アド。これ4体だからチャージいった。神神神神神神めっちゃ神。これ7秒くらい巻いた今のね。飛んじゃったら4回分の攻撃、あいつキャットエンペラータイム入れてくるんで、それがないのはでかいわ。この強化メタナイト超苦手なんだよな。こいつに関してはもう決まった動きとかないからさ、割と適当なんだよな。2回かわすから、とりあえずまず適当に攻撃しといて、ジャスト回避鬼殺し、いったぞ。待って、クソスムーズやばい。キャロラインからの流れ良すぎで、この後3回岩石確定で、でね、降りてくる位置が適当なんだよねこいつ。さっきのアルティメットカップでは中央っていうか前の方にね、前側の中央に降りてくるの確定だったんですけど、この後にね、降りてくる場所が適当のせいで、これだって2回回避挟まないと、8回避か、死んでくれ。やばい、それくらってやばい。ちゃんと回避セーフか、届いて。あーかーまあいい感じかな。今何体目だ、2分58ってめっちゃ早くない？もうメタナイトでしょ。ってあと残ってんのが、あー、ワイルドデデで、ワイルドデデでこれ隕石落としてくるターンあるんだよな。俺が12秒で倒したのワイルドデデとまた違うから、一回クラッと相打ちしていいから、相手のハンマーに合わせて1段目だけ絶対当てる。よしもう一回第1形態突破して、いいよ、だいぶスムーズで、この後の隕石で傾くから、こいつも多分どこに飛んでくるか何でもなんだよ。祈りで右側か中央あたり警戒。落ちる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 、マジか、やばいやばい相当やばいこれ。しかもね、これジャスト回避挟んでもね、あっ、いった、ナイスナイスナイス、よかった、もうちょい行くだと思った。ジャスト回避挟んでもそこをマグマに変えてくるんで意味ないんですよね、近づけないから。ハンマーだと3分34、レオンガルフ強化形態貫通しねえかな。こいつは最初スラッシュしてくるか、間に合わねえ、最低回避で、もう一回やるから、ちょっとだいぶいいタイムで来れてる気がするから、こっからちょっとご利用してやめろ、慎重に行くわ。さあこれは OK、 1回目アルティメットカップより下ってないまである。で第2形態レオンホールドになって、これ1回目火炎鬼殺しまで入るで、3回あるよねこれ。 OKOKOK、 全然全然で、3回目回避して鬼殺しまでつなげていける。え、あ、貫通した、神。なんかあれ中身が出てくる時間あるんだけど、なんか貫通したなんか知らねえけど半分貫通した、なんでだ。もしバルフレナイトはね、そんな強くないはず、ちゃんと当てれればだけど。さあでもゴミ、マジでやばい、なんなら死ぬなんなら死ぬ、ここまで来て最悪の未来は死ぬっていう。おい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 、本気出していけよ、ハム。でこの後に一刀両断2回と二刀流攻撃あるんで、それをしっかり避けて、で火炎鬼殺しの入んなかった。ちょっと待って1段目だけ当たる予定は、むちゃくちゃやってるこいつ、おいおい、やばいって、やばいって、あぶね、これ当たったらマジ一巻の終わり、終わった、うわマジいら、さっき俺こいつ一瞬で倒したのに、20秒ぐらい倒したのに俺さっき、やめた、死んでくれ死んでくれ、俺が死ぬ俺が死ぬ、このままだと。ああ、458、8分29だよね、3分以内だ、3分以内にこいつと裏ボス両方いけるか。だいぶ遅延行為長いんだよなこいつら。さあ、しかも行動パターン全然まだ覚えてないし、1回目回避、
で、これ2回目の鬼殺しまで入んないから、2回目を返してから鬼殺しだから、ジャスト回避ならず、焦らず焦らず焦らず行こう、焦らず焦らずに、あくまでも焦らず行こう。ギラティナー、この後ハンマー届かねえのか、何も食べなかったらいけるか、やばい、飛んでいって、マジでそれやめてほしい。あ、それはありがたい。遠距離攻撃だったら終わってたけど、突っ込んでくるやつもっかいあるでしょ。いいぞ、ひたすらチクチクやってくるやつ超時間稼がれるから、30秒ぐらい。行動パターン的には悪くない。さあ第2形態入った。で、これはこっちからやることないんで、ひたすら避けて、え、これ持ってけないかな。確かね、これ4回攻撃した後もう一回突っ込みだった気がするけど、避ける、これも避ける、じゃっ、あぶね、ギリで、この後に突っ込んくるよね、間に合うか、行くか、行かねえ、勝て、回復か、回復だ、回復だ、どれ、ハンマーで胸に、どれか、あれだあれだインチキだろ今のハンマーのあの爆風が向かってくやつに対して本物を見分けるっていう、ちゃんと本物にしか飛んでいかないの優秀すぎでしょ。飛ばれる前に、隕石に入る前に、飛ばれる前に持ってきたい、マジで持ってきたい、これ、おっしゃ、あとあれだ、ソウル携帯だ。いや、カオゼフィリスは多分めっちゃスムーズにいった今の、飛ばれてないからね。これってどんだけ連打しても変わんねえのかな、時間。でもなんかいつもより早かった気がする。スティッククルクルの方がいい。ダイビリスは、それではご覧くださいがあるから、1回目鬼殺し入った、ラッキー。しかも当たんないっていう相手の動き、奇跡。いけるか、鬼殺しもう一回入った。その後1個だけジャスト回避決まった。あれ、おや、なんかめっちゃいいんだが、ゾーン入ってる俺めちゃくちゃいいんだが、もうこの携帯になるまでに体力7割ぐらい削れてっていう、当てられないからこれ、食らってもいいから。今初段外した、今のに初段合わせたら結構入っちゃったと思うんだけど、うん、席真ん中動こう、これ運ゲー、真ん中だ、当てれるかな、入った、入った、ちょ、いい感じの列来て、いい感じの列、うわ最悪、うわこれ絶対間に合わん、妥協でもいい、最悪、入った、あー、いける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 、これ戻ってくるでしょ真ん中、どうだ、何分、8分29巻いてる、え、割と自信あるんだが、オナニーオナニーということで、はい、世界一4つ、例のごとくね、今回も世界一4つ取らせていただきました。まあ明日には記録塗り替えられてるだろうけどそれでもいいんだ、それでも世界一取ったっていうことが俺嬉しいんだ。どうしよう、でもこれ俺がチャレンジしてる間にさらにいい記録出されてたら、さあ、あこれさ、ちょっとなんか俺がデデデ1位になってから1回もこの物知りワードルでデデデについて教えてくれなくなったんだけど、それと同じでアルティメット Z の記録も教えてくれないとかやめろよ。なんで見れねえんだよ。おい、これ名前名乗らせろよ。MKR さんがって言えよ。世界一 MKR さんが何秒で倒しましたって言えよ。売名行為になるんだ。あ、おい、1分21秒。ということで皆さんね、まあ最終回、感動の最終回がね、今回になってしまって、本当はまだねミニゲームとかの世界一目指したいと心から思ってるんですけど、まあなんかカフェとかやるモード、釣り竿もやるモードね、俺向いてなかったんでバトル以外全て向いてない男なんで、カービィはねこれにて終了ということで、皆さんもよかったらタイムをね世界最速目指してやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。